ラブカス TV 川口学です。今日は12月1日、夕方のもう4時を過ぎてるんですけれども、もう暗くなりそうです。ですのでこの動画途中ですぐ夜になってしまいますけれども、私今中央道の石川パーキングエリアにいます。でこれからレクサスの試乗会立品まで行くので、せっかくなんで燃費を取ってみようということですが、今回の車はこちらでございます。メルセデス・ベンツの C220D、 ついにディーゼルモデルが導入されました。でこれを真っ先にですねお借りして試乗しているわけですけども、まだ車も300キロぐらいというですねほやほやの車でございます。でこれを使って、燃費をですねチェックしてみたいと思います。で改めましての C220D ですけれども、こちらご覧になっていただいてお分かりになりますように AMG ラインがついていないモデルございます。なのであっさりとしたグリルという感じですし、ホイールも地味なホイールですし、ちょっとまあ地味な感じが漂っておりますけれども、はい、こんな感じですね。ちなみにタイヤの銘柄はピレリの P7 ですね。サイズは225の50の R17 というサイズでございます。で今ですね家からここまでリッター 20.5 キロすでに出ております。はい。で22キロ走って42分かかっていて、というようなですね状況でございますけれども、これがですねどのくらいまで行くのかというのをチェックしたいと思います。でせっかくなんで今回はちょっと本当は家からリセットすればよかったんですけど、ここをリセットしていこうかな。はい。リセット後をリセットしておけば、こっから帰ってくるまでのトータルが多分燃費として出るので、これでいきたいと思います。スタート後はまあとりあえず家からっていうことでそのままにしますけれども、はい、どのぐらいの燃費になるのか、これは非常に楽しみでございます。でまあここまででもうすでにリッター 20.5 キロなんで相当いいだろうと。いう話ですし、どこまで一体伸びるんだという気もしますけれども、ちなみにですねこの C220D カタログ値でいうとエンジンは2リッターの直列4気筒のディーゼルターボということになります。まあいわゆる OM654M かという形式のエンジンですけれども、これはですね最高出力200馬力最大トルク440ニュートン発生して、エンジンとトランスミッションの間に ISG が入ってますので、この ISG が208ニュートンモーター発生するので、トータルのトルク値っていうのは出てないですけれども、相当やっぱり力強いというところですね。車両重量は1700キロ台の後半、ほぼほぼ1800キロぐらいのところにあるわけですけれども、カタログ値でいうと WLTC モードでリッター 18.4 キロリッター 18.5 キロどっちだったかな、これ忘れましたけれども、そのぐらいの数値が出ております。なので、まあ、欧州車の常でカタログ値をですね超えてくるというのはまあまあまああることなんですけれども、果たして今日はどのくらいで、推移するのかというところで行ってみたいと思います。そして今日はですねいつもコラボをさせてもらっているカーズミートウェップの相澤さん、はい、相澤さんがですね一緒に行くので、まあ当然途中で運転を代わってもらうということになるんですが、まあ、基本的には交通の流れに合わせてアダプティブクルーズコントロールかけて、それで行きたいと思いますので、では早速出発したいと思います。行きます、お願いします。よいしょ。あと2時間ぐらいかかりそうですね。2時間、結構かかるな。君によりますと、いやなので途中多分画面が真っ暗になっちゃうので、途中で暗くなったら一旦終わりにして、要所要所でメーターの数値をちょいちょい挟んでいく感じにしたいと思います。しかも明日も試乗会が終わるのが4時半なんで、帰りにまた真っ暗の中走ってくるっていう絵が全然なくなってしまうっていうところですけれども、まあ、それでですねちょっとね行ってみたいと思いますので、今日は日没が何時ですか。もう日没、あ、もう日没してる、してるっぽいですね。じゃあもうあと10分ぐらいで真っ暗になっちゃうね、これ。シチュエーションとしてはいいね、大人2人が乗ってで高速使ってっていう感じなんで、お出かけ想定で、はい、車両重量だからこれ1700キロ後半だから2人合わせると1800キロ後半から1900キロ近いところまで行ってるっていうことですけれども、はい、そんな感じで行きたいと思います。空も綺麗ですよね。ね、お空が非常に綺麗でございます。さっき富士山がめっちゃ綺麗だったもんね。あ、マジですか、それ見逃した。あ、マジ会議中で見逃した。あ、さっきまでね
テレワークしたからね。ほらほらほら、あそこ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 。あ、本当だ、シルエットが。めっちゃ綺麗。めちゃくちゃ綺麗。はい、そんな綺麗な景色ももうあと10分ぐらいでなくなっちゃいますけれども。皆さんにすでにこの 220D ですね、サーキットでの試乗をお届けしているというところで、じゃあ一般道でどうなのかっていうのがまあ非常に重要なとこですけれども、まあ、一言ね、乗りやすいです。先日あの C200 のアバンギャルドの MG ラインお届けしましたけれども、あれは AMG 入ってるかつリアアクセルステアリングが入ってたので、まあ、ちょっとね煩わしい感じがどうしてもあったなっていうのはもう否めないところで、だからそこからするとリアアクセルステアリングなしのこの穏やかな AMG ラインなしの車はね、本当に雑誌クラスっていう感じですね。ね、そんな感じしますよね。助手席乗ったらやっぱ乗り心地いいですよね。いいよね、うん、タイヤもやっぱ17インチだからすごいハイトがあって当たりもですね非常にいいですし、サスペンションも通常のノーマル状態なので、そういう意味では非常にいいですね。まあ、今回 C クラス電性サスがなくなったので変化はですねつけられないんですけれども、まあこれだったら基本的に乗り心地いい方向のセットなので、そういう意味ではだいぶ普段乗りするにはいいセットになっています。じゃあこの辺りからちょっとアダプティブクルーズコントロールをかけていきたいと思います。もうね ISG 入ってるし440Nなんでめっちゃ楽ちんです。でちなみに今制限速度がここは80キロなんですけれども、80キロで今ですね走ってるとエンジン回転が1300回転ぐらいですね、1350回転ぐらいかな。でギアは今7速になってるところですね。はい、そんな感じなので非常に静粛性も高いというのが特徴です。急速 AT がいいのは、高速巡航した時にだいたいどんな速度でも2000回転超えないですよね。で新東名の120キロ区間とかありますけれども、ああいったところで走ってて120キロで走ってても、まあ、1500、600回転しかエンジン回転回らないので、まずそもそものエンジン そのノイズっていうのがないっていうのがいいですよね。静かなので本当にだからロードノイズがさーって聞こえるぐらいの感じしかなくて、まあ、そこもだから楽な要素の一つですね。静かだし静粛性もだから、これタイヤ P7 だったけど結構静かな方で、この辺りは新型になってやっぱりね実力が上がった部分で、そういう意味では非常に楽ちんで、まあ、長距離向きの車ですね。かなりスタートした時 20.5 キロぐらいだったんですけども、そこからちょっとまあ一回動き出したんで燃費落っこって、それでもですね今 19.7 差していて、まあ、多分この先距離が伸びれば伸びるほど数値は良くなってくるかなっていうところだと思いますので、まあ、要所要所でこれはチェックしていきたいと思いますので、次は多分ドライバーチェンジするあたりで一回チェックしようかなと思います。これから登るから、そうなの、ね、でもねこれね実はここから登るでしょ、うん、で結構一回悪くなるんですよ。だけど大月から先が意外に登ってるようで登ってないの、はいはい、だからねそこから先で結構またね伸びるから、911でやった時に大月から先は厳しいなって言ってたらすんごい伸びてって結構伸びたんで、そうでしたね、うん、そうそうそう、なんかねアンビエントライトもエアコンとかすごいね入ってるからね、やっぱ新世代はだからここに入るからね、旧世代はエアコンの吹き出し口までは入ってないからね、これもなんかアンビエントライトも色変えられるよね。変えますね。ちょっと変えてみてください。コンフォートかな、アンビエントライトだった。マルチカラーにして何か選ぶと、なんかこううにゃ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 変わっていくやつになるでしょ。レッドムーンと思います。うわすごいねすごい、あこれなんかちょっとすごいわ、青と赤すごいな。やっぱでも一番エロいのはピンクとかでしょ。うわすごい、ピンクにするとここの立体感がさらに出る、なんか相当。まあ、S クラスもそうですけど、まあ、C クラスも、まあ、A クラスも B クラスもそうなんですけど、もう64色でマルチカラーがあるんで、マルチカラーになるとやっぱり相当こう時間とともに色が移り変わっていくのが、まあ、すごいいいですよ ね、 面白いですね。こういう演出はね上手ですよね。ピンクでいきますか。ピンクでいいですよ
あとは運転支援もすっごい頭いいんで、もうオンにしたら本当に何もしなくていいっていうぐらい大丈夫なんで、ハンドルももちろんある程度まで切ってくれるし、アクセルブレーキは当然操作してくれるし、しかもその詰め方とかも非常に上手になってるし、まあ、ISG 入ったんで前の車いなくなってちょっとこう出るような加速するような時ももう ISG が最初のサポートしてくれるんで、その反応も良くなってるしというところですよね。あとは車線変更なんかもこうやってウインカーを入れると右に車線変更で出て、加速しながら今勝手に車線変更してくれてるんですよね。でこの辺りはちょっとこれより下手な人いっぱいいるよっていうのはもう間違いないところでそういう意味では運転支援はやっぱり、まあ、メルセデス BM と、まあ、スバルの運転支援は相当よくできてるなっていうところですけれども、相当やっぱりいいですね。シックラスでもブレーキがやっぱうまいですよね、その辺のメーカーは、ね、そうブレーキかけるのめっちゃ上手だよね。なんかあの真綿でギューって締めるような感じのブレーキングを本当にちゃんとやってくれるから、そこがやっぱりいいところだよね。あんま言えないですけどね、うん、とあるブランドとかだとまだブレーキ踏まないのみたいな、もっと早く踏んでよみたいな、あるカクンってなったりするやつもあるから、それに比べるとだいぶ相当人間に近い、うん、まあ、制御してる。しかしもう真っ暗になるな、これなっちゃいますね、あと相模湖でもう真っ暗になっちゃう、渋滞してる、しかも、はいはい、渋滞してる、注意して走行してください。しかもこの燃費規格にはかなりの大敵といえる渋滞が、これどんくらい渋滞してるんだろう。さっきなんか2キロって書いてあった気がする。あとなんか燃費取るといつも工事になるんだよな、でもったいないんだよな、なんかなければもっといい数字出してたのにみたいなところが、うん、ね、やっぱり渋滞になっちゃうとねどうしても減るばっかりですからね、これね。で渋滞の中も今運転支援で走っているような状況ですね。渋滞入った瞬間に落ちて 19.3 ですね。これが果たして渋滞を抜けて次にドラチェンするところでどんくらいになってるかというのが楽しみでございます。というわけで一旦ワープします。今はい双葉に入ってきました。ここで相澤さんとドラチェンしますが、リッター 23.2 キロという驚異的な、すごいですよね。でもね、いやめっちゃすごいわ、リッター 23.2 キロ、平均速が65キロ、走行距離が117キロ、1時間48分かかっていると。で下の EQ はおそらく電動駆動で走った距離が8キロで18分ってことなのかな。あ、なるほど、うん、だと思います。かなりすごい数字が出てます。でここでドラチェンします。あ、寂しいな、夜の双葉パーキング寂しいです。さあここからドラチェンで相澤さんです。責任重大な責任重大なでここからどこで降りるんでしたっけ。諏訪南、諏訪南までもうだから40キロ50キロぐらい、うん、高速は3回ですね多分。あとは下が20キロから30キロぐらいあるのかな確か、うんうん、だよね。なのでそこでまあ相当落ちるんですけど、その落ちるところは人に任せるっていう相澤さんもアダプティブクルコンを使ってまあ行くような感じで行ってもらいます。次は多分途中途中で iPhone でメーターを取ってきます。もう23切っちゃいました。もう23切っちゃ、もう23切ってる。さあ今双葉出たところで 22.9、まあ、ここは登ってるね、もうね、かなり登ってるので、はい、大丈夫です、相澤さんの責任じゃないからさあ今諏訪インターを降りるところでございます。21.6、そんなに落としちゃったんですかっていうまあここまで登りが結構きつかったので、まあ、これは致し方ないところかなと。おお、うなぎ屋さん着いた。あっち側にも車止めれるよ、うん、あ、売り切れだガガーン、売り切れ、残念残念数々の食べ物屋が振られ、ロイヤルホストにやってきました
ホテルに着きます。あリッター20キロギリギリです。ギリギリ191キロ走ったのか、3時間ね、うん、相当ですな。到着、はい、20キロです。20キロぴったり。よく頑張りました。ありがとうございます。すごいお部屋だ。めちゃくちゃ広い。素晴らしい。Cクラスのですね、20Dの燃費ですけれども、今、レクサスの試乗会が終わりました。で、これから東京に向けて帰ろうと思いますけれども、今、この時点で、撮影にですね、この C クラスを使って、撮影で40キロ走って、リッター 14.2 キロということになってるわけですね。で、1時間25分ぐらい。まあ撮影で何台も何台も車に NX に乗ったわけですけれども、その伴走をしたので、まあこのぐらいの数値になっているということで、まあ坂道で登ったり下ったり登ったり下ったりということをしてたので、リッター 14.2 キロということになるわけですが、これ、はい。行きのですね、石川のパーキングでリセットしてからどのくらいかというと、リッター 18.5 キロと。いうことになります。209キロ走ったということです。で、この状態からスタートして果たしてどのぐらいになるかというのをですねチェックしていきたいと思います。というわけでこれから走りたいと思います。今境側のパーキングエリアでドラチェーンするんですけれども、ここまででリッター 22.7 キロまで伸びました。まあずーっと下りだったんで伸びるだろうなと思ってたんですけれども、かなり伸びております。そしてここからは相澤さんに代わって、相澤さんが責任が重大だっていうことですので、はい、全然頑張ってる感じしねえわはい、今談合坂の横を通り過ぎております。これから下っていくのでだいぶ燃費が期待できるというところですね。さあ今談合坂を過ぎたところですけれども、リッター 23.4 キロ達成しております。あ、5に増えました。お、 23.5 になった。素晴らしい。相澤さんのドライビングがいいのか、それとも車が下りだからなのか下りだからですね。下りだからです、間違いなくねまだまだ伸びそうな気配ではありますね。伸びそうです。はい、今富士野のパーキングを過ぎたあたりですけれども、ずっと下ってるのですごいことになっています。だ 23.9 キロになってます。すげえ。これ24になるのはもう目前と言えるところですけれども、いきますかね。いくでしょう。これ全然いきますよ。やっぱドライバーがいいんだなこれあー24いったー。ました。すごい、めっちゃいい。やったー。これが多分瞬間最高じゃないかね。そんな感じですね。はい、この後渋滞にはまりますので、この束の間の、はい、24キロ、さらに記録 24.1。 素晴らしい。これ以上いくかな。これ今下ってますからね。ねえ、まだ下ってるもんね。下ってますね。いった、これ 24.2。 おー、すげー。25キロもいっちゃうんじゃないかっていう勢いだわ、これ八王子料金所でリッター 24.5 までいってる。ナイス、ナイスドライブどんどん記録を更新し続ける C220D リッター 24.6。 これは高速の出口でピークを迎えるかな。うん、そう、多分そうですよね。うん、 24.7 までいっています。25行きますかね。これリッター2乗行くかな今国立市中でしょ。そう、行くかもね。あ、20.8 行った。行った、すげー。もう目が離せない来た、また来た。 24.9 キロ、府中です。府中で 24.9 ってことは調布で 25? お、行くなこれは行きますかね。間違いないよ、行くよこれ。あと一般道に降りたら 0.1 も落としたらいかんよこれで25キロ出たらあれですよ、相澤さんは新幹線25キロ出した人認定、認定ですよ。
25キロの人って言われるよね。あーもう近づいてきた出口が。あ、行った25キロ、ね、すごい行った25キロ。すごい。やばい。この調布インターを目前にして、あと1キロ。やった、25キロの人。なんかよくわかんないですよ、25キロの人って。25キロ出した人ですよ。名誉なことですね。名誉です、名誉。名誉なことですね。ほんと名誉。なかなか見ないですよね、25キロ。なかなか見ないよ、25。そういうわけで、はい。調布降ります。リッター25キロで調布降りました。25.1 に増えましたよ、また。うおー、25.1! 今、出口のところ。出口のところ。この後、スッと登るから、そこで25に戻りそうな気もするけど。ね、確かに。で、撮影で走って行ったり来たりしてるから、それがなければもっといい数字になってるわけですよ、これ。きっとね。普通にあそこから帰ってきただけ。そう。普通に帰ってきただけだったら、多分26、7出てるってことじゃない、うん、恐ろしい。C220D。すごいことになってる。びっくりですね。びっくりですね、ほんと。思ってた以上に伸びましたね。はい、家までもうちょいというところですけれども、まあこの辺りにしとこうかなと思うので、まあ家に着いた時のメーターもお見せいたしますが、だいたいこんな感じの燃費になって一旦 24.9 ですから、うん、まあ家着いて多分減ってても 24.7 ぐらいかな、うんうん、相当に優れた燃費を出しているということはお分かりになっていただけたらと思います。すごいですよね、本当ね。すごいです。予想以上の燃費を出した、うんうん、素晴らしい。素晴らしいよね、うん、本当に、うん、ということでございました。というわけで、最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネル登録いただければあなたの次の愛車が見つかるかもしれません。そしてラブカーズ TV で取り上げてほしい車企画ございましたらコメント欄にリクエストいただければと思います。そしてこの動画への高評価も合わせてよろしくお願いいたします。それではまた、別の動画でお会いしましょう。今回はカーズミートウェップ編集長の相澤さんにも手伝っていただきました。ありがとうございました。ラブカーズ TV 川口学でした。さよなら。というわけで今うちに着いた状態でスタートからリッター 24.7 キロ、平均車速56キロ、走行距離218キロ、時間3時間53分かかりました。 1 級で走ってたのが21キロで37分と、はい、さらにリセット後リッター 22.3 キロ、そして平均速61キロ、総走行距離が387キロ、そして時間6時間23分、で1級で走ってた時間は30キロ51分ということですので、相当いい燃費になっております。